はい、こんにちは。日本改革党、靴沢です。淳様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただきまして、誠にありがとうございます。ありがたく頂戴して、政治活動資金に活用させていただきたいと思います。6月10日から施行された新入管法にのっとり、川口クルド人に、というか、2回以上難民申請を却下されている偽装難民全員に順次、送還に関するお知らせが届いております。あなたに退去強制令書が発布されました。自発的に帰国すれば上陸拒否期間が通常より短縮される場合があります。5年から1年に短縮されるみたいであります。もう入れんなよって思うんですけどね。入管があなたの退去計画を立て強制送還する場合があります。これ自発的に帰れって言ってますね。促してますね。手間かけさせんなよって、言ってますね。処分に不服の場合は裁判を起こすことも可能ですと書いてあります。勝ち目なさそうだが時間稼ぎはできますね。最高裁まで頑張ったりなんかしてね、そこまでやる価値があるとは思えないんだけど、世論です。素晴らしい、いいね。入管さんちゃんと仕事してた。言葉も丁寧で入管は親切だな。ちゃんと対応進んでてよかったわ。そもそも仮放免なんてもんがある時点でおかしいんだから。本当に送還するのかいまいち疑わしい。イラン人を激減させた実績があるから大丈夫じゃねえ。この支援者たちって何なの。心が痛むならお前らが養ってやれよ。アメリカなら問答無用で木の実木のまま空港に置いてくる。そういう絵がありましたね。なんか捕まっちゃって、木の実木のままっていうか後ろ縛られてあれされちゃうんですよ。アメリカの捜査員でメキシコに潜入捜査してんのに捕まっちゃうっていうですね。試験です。この案内書の影響として送還を逃れるために失踪する、行方不明になる、無敵となって凶悪犯罪を起こすなどが考えられるが、今んところどうなんでしょうね。言っても難民申請中で難民申請を悪用して、送還逃れしてるやつ数千人だそうであります。で4割がクルド人なんて、制度を悪用しまくってますよね、クルド人ね。なんでもうすでに不法滞在者25万人もいっから、数千人がそいつら全員失踪してもまあまあ影響は少ないとは思われるんですけども、やけくそになってさ刃物振り回したりなんかすると迷惑ですよね。心が痛む支援者は川口クルドが記事になっているけれども、難民申請で居座ってるのはクルドだけじゃなくてですね、ネパールやチリやミャンマーも多いですね。国にいられなくなった理由はですね、借金逃れや高飛びや近所や犯罪組織とトラブルなどしょうもないのばっかだしね。持論なんですけど、自国のパスポートを持っててよ、飛行機で日本に来れたのは一律難民でないとみなしてですね、来日後の難民申請は廃止したら、おめえパスポート持ってんじゃんって、迫害されてるはずの政府からパスポートもらえてんじゃんって、外国にあるですね、日本大使館や領事館に血だらけで転がり込んできたような場合だけ渋々話を聞いてやればいいんですよ。話聞いた後に放り出すのも自由です。大体がしょうもない理由なんだからさ。本当にその国の政府に理由もなくね、弾圧されてるとしても日本と日本人のせいじゃないし、日本と日本人が知ったことではないですよね。下手に口出しと内政干渉にもなりかねませんしね。というわけで偽装難民に次々と送還のお知らせが届いてるっつう大朗報で、ありました。これで減るといいですね。愛知県警地域総務課が2009年頃作成したとされる内部文書が流出して国会問題になっておりました。心構え、旅券を見せないだけで逮捕できる。外国人は入管法、薬物事犯、銃刀法など何でもあり、応援求め、追及、所持品検査を徹底しよう。一見して外国人と判明し、日本語を話さない者は、旅券、不携帯、不法滞在、不法残留、薬物所持、使用、拳銃、刀剣、ナイフ、携帯など、必ず何らかの不法行為があるとの固い信念を持ち、徹底した追及、所持品検査を行う。愛知県警さん、いいですね。刃物を持ってる外国人多いんだって。
銃刀法知らねえんだが祖国の風習だか知んねえけど刃物持ってる、大体持ってるって話なんですよね。共産党ギャオーン井上聡参議がこの文書がいつまで、使われていたか国会質問、警察庁不明、愛知県警廃棄済みと回答。世論です。おまわりさんありがとう、大体合ってる、その心意気やよし、これは良い警察、警察が仕事をしていることに安堵した、これは別に不適切ではないだろう、当たり前のこと書いてあるだけじゃんか。裁判を起こしてるらしいが何が悪いんだ。愛知県は外国人労働者が多いからしゃあないですね。実際不法滞在者も多かったんだろうしね。旅券を見せないだけでも逮捕できる、実際あの見せないやつも多かったからこんなこと書いてあるんですよ。薬物所持使用、拳銃刀剣、ナイフ携帯など実際そういうやつがいっぱいいたからこう書かれてんでしょ。日本の治安が良くなることに我慢ができない共産党が反応したけれども、本当にこいつらってあの日本人のためには働かないんね。外国人でも善良な外国人じゃなくて犯罪者とか文句たれ不法滞在の味方ばっかりしてるよね共産党ね。共産党地方支部によるコロナ補助金詐欺を指摘し離党した東郷優子さんの旦那さん、夫婦で日本共産党と裁判して学んだこと、とりあえず主語が大きい、ほんの些細な違いも認めない、ほんな些細なことも謝らない、多様性という割に反対意見は許さない、自分は良いけどお前はダメ、トカゲの尻尾切りがち、仲間見捨てがち、裁判所に誰一人応援に来ない、絆とか団結とかが大好き、口だけで肝が小さい、女には強いが男にはめっぽう弱い、集団じゃないと戦闘力が低い、一般常識が大の苦手、面と向かうと声が小さい、などなど、世論です。確かに絶対謝らないし譲らない、独裁者思考、法律を守らないも追加で、やたら連帯って言うよね。社会が悪い、俺は悪くない、サドルに液体をかけるのが大好きが抜けてますね。これで内毛羽起こしまくるんだよな赤は。まあ、 あの絶対譲らない、絶対謝らない、じゃあ内毛羽も送るわね。共産党以外全部知ってることだよな。独裁だから失敗を絶対認めない、21世紀に共産党が存在しているのは信じられない。まあ総括するとですね、バカで幼稚、それゆえ他責、他の責任、こちらで解説されてた幼稚な人の特徴、自分のことばかり考えている、問題が起きたら誰かのせい、感情のコントロールができない、依存心が強い、コミュニケーションが苦手、嫉妬心が強い、成長しようとしない、利己的で協調性がない、かなりの項目で一致してんじゃないでしょうか。幼稚、共産党員は幼稚、幼稚でバカじゃなかったら世界中で失敗してる共産主義をですね、俺らならうまくやれるなんて思わないですもんね。バカで幼稚でなければね。こういう人いたら、あのパヨかパヨでないかに関わらず、幼稚な人見かけたら、人のせいにするからね、距離を取って、関わらない方がいいです。いわきではこういう人のせいにする人をかつけ、かつけと言います。責任をなすりつけるをかっつける、かっつける、まあ、あのなすりつけるみたいな、かっつける、かつけと言います。猿山の猿のようにですね、目やったら襲ってくるって思ってた方がいいですよ、こういう幼稚な人はね。話ができるとも思わない方がいいです。パヨは使ってる言語が日本語のようで日本語でないんで話通じません。一人だと弱いんで連帯が好きとか群れたがるんですかね。よくこんな集団がですね、あの今年100周年を迎えられたと思ってね。私生きてるうちに共産党の消滅が見たいものです。そのためにはあの共産党の悪口を言いまくろと。日本新聞協会発表、デジタル機器を使えば使うほど学力が下がることが分かった。本当かよ。スマートフォンの動画付けで子供たちの脳の機能が低下している。本当かよこれ。おじいちゃんたちのあの妄想じゃねえねこれ。世論です。今日のお気持ち表明、動画好きは子供だけじゃないぞ。東京新聞よりは今の子供たちの方が頭いいと思う。でも新聞読むと知能は低下しますよね。嘘つきの新聞屋が言ってもね、この記事も嘘なんでしょ。今新聞は嘘つきだという動画を子供たちが見ている。新聞業界お先真っ暗。新聞は昔からですね、テレビを見てるとバカになるとか、漫画読んでるとバカになるとか、
ゲームやってるとバカになるとか、 SNS ばっかりやってるとバカになるとかって叩いてました。あ、つまり自分ら以外、これで幼稚でバカだから他人のせい、自分らの部数が減り続けることを、他者のせいにしたいんだろうけどね。テレビ見るとバカになると言っていた親が今そうなってて悲しい、動画付けが悪いんだったらテレビも悪いだろう。なんでスマホで見る動画限定でダメでテレビのこと触れないんでしょうかね。デジタル機器使用で脳機能低下って、それ未だにね、原稿手書きしてるようなおじいちゃん記者の思い違いですよね。なんかに似てると思ったらあれでした。日米安保締結、戦争になるぞ。 PKO 活動参加法、戦争になるぞ。イラク派遣、戦争になるぞ。防衛省昇格、戦争になるぞ。特定秘密保護法、戦争になるぞ。集団的自衛権、戦争になるぞ。オスプレイ、戦争になるぞ。イージス・アショア、戦争になるぞ。立憲の中の人ね、泉代表と蓮舫が仲悪いことをバラしてました。蓮舫氏はもともと党内から挨拶しても無視される、表立って泉代表を批判しすぎなどあまりよく思われていませんでした。党として支援しないことは代表が応援に駆けつけない理由もできて、蓮舫氏に嫌われている泉氏にとってもいい形かもしれません。知ってた。ああ、周囲から嫌われていることは挨拶もしねえんだって。噛みつき亀の二つ名は伊達じゃないですね。さすが外国人だな。日本人なら普通挨拶されたら仕返すよ。さすが外国人ですね。共産党都議らが勝手に蓮舫応援集会開催、ゲストで参加した前川喜平、元文科省トップ、蓮舫さんが当選したら朝鮮学校を無償化する、勝手に公約を勝手に発表してました。笑うよね。共産党はもう蓮舫ですね、自分のものって思ってますよね。だから好き勝手やってるんですよね。前川喜平が考える公約一番がそれが、朝鮮学校のためでなく投票してくれる有権者のために働こうって気は全然ないのかな。左翼有志集団が金集めてですね、テレ朝の株をですね、買い集めてですね、株主提案できる数買いまして、何を提案したかと思ったら、前川喜平をテレ朝の社外取締役にしてください、今度の株主総会で提案するんだって。6月27日のテレ朝株主総会に前川貧困調査員も出席するそうであります。株主提案、文書でできる株数っていうのはありまして、まあ発行総数の何パーセントだと思うんですけれども、東電の場合は約3万株買うとですね、1本100枚ずつで売ってるから、7万円ぐらい、3万株っていうと2100万円ぐらい、買うとですね、文書で東電に提案できる、そうであります。まあ却下されたりしなかったりしますけれども、否決されるとは思うんですけど、黒髪細腰女子限定で貧困調査を自費で行っていた成人の前川助兵衛さん、むしろテレ朝の役員にお似合いなんじゃん、ふさわしいんじゃんなんて、人の声勝手に発表するしね。むしろテレ朝にはこういう人材がお似合いだよ。一人暮らしでいらなかった家庭のアンケート調査、1位ホットプレート、出すのが面倒、小さな鍋でこと足りる、ホームパーティーなんかそうそうやらない、2位テレビ、テレビは見ない、テレビを見る時間がない、情報はネットから得ている、3位掃除機、ほうきやモップが手軽で静か、掃除機はかける時間に気を使う、近所迷惑になったりしまで夜とかね、コロコロの方が頻度が高かった、同率3位夜間、邪魔鍋でいい、同率3位炊飯器、コンビニで済ましてる、パックご飯が優秀、毎回残してしまう、ほんのちょっとって足げないもんね、炊飯器ってね、などなど、靴沢の部屋にはテレビない、ホットプレートない、炊飯器ない、掃除機ないです。掃除はほうきでやっております。テレビは本当に必要ないから捨てましょう。見てるとバカになります。ネットの動画は別です。自分で無限の中から選べますからね。テレビはテレビが見せたいものしか延々と見せられませんから、バカになります本当に。テレビを見ているとバカになると言っていた親が今そうなって悲しいと、そういうことになりますね。チャンネル登録よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。